こんばんは。ハフポスト日本版ニュースエディターの小笠原遥です。ハフポストライブ、今日もお付き合いください。さて、ゴールデンウィークがすでに入っているわけですけれども、依然として新型コロナウイルスの影響が続いています。ということで、今年は皆さんステイホーム、それぞれのおうち時間を過ごしているというふうに思います。もちろん、どうしても仕事に行かなければいけない方、外に出なければいけない方もいらっしゃると思いますけれども、それぞれができる範囲でできる形で取り組んで、この困難な状況を乗り越えていきましょう。さて、ハフポスト日本版ではですね、これまで2回にわたって D&I、ダイバーシティ&インクルージョンというテーマでイベントを開催してきました。ところがですね、このような状況もありまして、第3回目となる今回は、このようにオンラインでの配信ということになりました。はい。ですが、ポジティブに進めていきます。さて、早速ですけれども、今回のハフポストの D&I シリーズ第3回のテーマはですね、コロナの今こそ D&I を考える、データから D&I を解きほぐすというものです。新型コロナウイルスの感染が拡大する中ですね、残念なことに今差別が起こってしまったりですとか、社会的にマイノリティとされる立場の人が辛い思いをしているという現状もあります。その現状に目を背けずに大切に扱って取り上げていきたいというふうに思っています。ハフポスト日本版はですね、これまでメディアとして多様性やジェンダー、そしてできる限り社会的にマイノリティという立場にある方の声を大切に届けてきたわけですけれども、今日は短い時間でもありますけれども、この番組を通じて、コロナを経験した後の私たちの未来をですね、多様性という観点からちょっと考えていく時間にできたらいいなと思っています。ご覧いただいている皆さん、ぜひ配信画面のですね、コメント欄でどしどしコメントをお寄せください。またツイッターのハッシュタグ、ハフポストライブでもご意見お待ちしています。よろしくお願いします。そして今日の配信はですね、これから3つのセッションに分けて、そして Q&A、最後に質疑応答の時間を用意しています。各セッションごとには短い休憩の時間も設けました。一つ一つのセッションは決して長くありませんので、これから約1時間ほど皆さんぜひお付き合いください。では早速オープニングセッション始めていきたいと思います。最初のセッション、ゲストは早稲田大学商学学術院教授、谷口真美さんです。谷口さん、こんばんは。よろしくお願いします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 。早稲田大学谷口真美と申します。国際経営論を担当しながら、多様性を生かす組織とリーダーシップについて研究をしています。よろしくお願いします。はい、谷口さんは普段早稲田で教鞭を取っていらっしゃる。早稲田大学は学生に10万円を支援で支給しますというニュースもありましたけれども、教える側の立場の方も影響出てますよね。そうですね、我々教える側としても5月11日からこうオンラインの講義が始まるんですけれども、はい、今までにない教え方ということで、どんなふうに日常の今までの講義のスタイルで同じような効果を得られるような講義にするかということで、いろいろ準備をしているところです。ちょっとしばらくは試行錯誤の期間も続くかなという感じですかね。そうですね、そんな中ですね、今日のセッションのテーマなんですが、新型コロナの今だからこそ D&I を考える理由ということで、今日はちょっとどんなトピックについて考えていきましょうか。はい、今日はですね、経済危機に直面する企業はどのように D&I に取り組むかについて、世界金融危機、つまりリーマンショックを題材にしてお話ししたいと思います。危機的状況に個人や組織の特徴が明らかになるとも言われています。はい、リーマンショックと言いますと2008年に起こった金融危機ですけれども、その、今回のコロナウイルスはリーマンショック以上の、影響があるというふうにも報道をされていますけれども、過去の金融危機から、見えてくるもの、そしてそれがどのように D&I と結びついてくるのかというところ気になります。そうですね、はい、まずお話を始める前に D&I の D と I について説明したいと思います。はい、ダイバーシティっていうのはですね、集団における属性がばらついているっていうことなんですけども、その属性自体がこちらにありますように表層と深層という2つの次元に分けることができます。
で、その中でインクルージョンっていうのは何か D&I の I っていうのは個人の意識であって、個人がその組織の中で所属感を持ちつつ集団の目的に対して貢献意識を持っていると。で、つまり D&I とは多様性がある中で個人が所属感を持って仲間だと認められて貢献できてるなと思える状態を指します。ダイバーシティを語るときにはですね、まあ、それこそ、まあ、表層のダイバーシティというのを、まあ、意識しがちですけれども、それよりさらに深いところも意識していかなければいけないというところですよね。そうですね、はい、うん、はい。でですね、まあ、コロナだからこそ、まあ、考えていかなければいけないポイントというのはどういったところになるんでしょうか。そうですね、コロナだからこそ考えないといけないというか、今まさに危機であって企業のパラダイムシフトっていうものがこう求められていると。そういう時だからこそ D&I にどう取り組むかということを考えないと生き残るのは難しいのではないかなというふうに考えています。はい。で、私は世界金融危機の前と後前後で日本企業がダイバーシティにどんなふうに取り組むのかと、でまた財務パフォーマンスがそれによってどんな違いが出てくるのかということを研究しました。で、スライドを見せてください。はい、出ますかね。はい、はい、はい。グラフはですね、世界の金融危機の前後にダイバーシティに対する取り組み姿勢ごとに財務パフォーマンスをの回復について見ていったものです。うん、こちらのちょうど白い四角で囲っているところがリーマンの前にどういうどういう取り組みをしていたかということなんですけれども、金融危機の前から自ら積極的に多様性を受け入れるような、でそういう取り組みを行っていた企業は直後においてもそれ以外の取り組みの姿勢に変化させたとしても、リーマンの後の3年後には金融危機と同じぐらい財務パフォーマンスが回復しているということを示しています。なるほど。こうやってこう事実とかデータに基づいて示されるとより説得力っていうのがありますね。そうですね、はい、別のデータもありますか。はい、もう一つのデータなんですけども、はい、これは金融危機の前にですね、次のスライドお願いします。はい、これはですね、金融危機の前に全く多様性に対して取り組んでこなかった会社、こちらちょうど白丸で表しているところなんですけども、うん、その会社が金融危機の後に取り組みを進展させたという場合に財務パフォーマンスの回復にどういう影響があったかというのがこちらの結果です。うん、で、こちらでご覧になっていただくとお分かりかと思うんですけども、非常に回復していないと、2012年の時点で回復していないという結果になっています。で、つまりここで申し上げたいのは、はい、D&I に常日頃から取り組んでいた企業っていう方が危機的状況に対して非常に強いということ、うん、で、あともう一点は危機的状況になって慌てて取り組んだ企業はすぐに結果は出ない、そうですね、業績の回復には至らないということがを示しています。時間がかかるというか、付け焼き場では財務パフォーマンスも改善できない、簡単には改善できないというところも、まあ、データで見て取れるわけですけれども、そうです、一方でちょっと現実的というか、はい、皆さんが気になるところだと思うんですけれども、もともとその D&I を、取り組む余裕があった企業だったからそのような結果が出たのかっていうところもちょっと気になって、 D&I と本当にこう因果関係があるのかっていうところはズバリちょっと聞きたいんですけれども。よくそういう質問が耳にすることがあるんですけども、余裕があるから D&I に取り組むことができるんじゃないかって言われることがあると思うんですね。で、今のご質問の通り、でも今回の調査結果っていうのは、はい、そもそも世界金融危機の前に余裕があった時期に D&I に取り組んでいた企業と、うん、余裕があった時期なのに取り組んでいなかった企業を比較しているという点と、あとは世界金融危機の後にもう全産業においてこう非常に大きな影響を
波がを被ったと。そういったもうどこの産業においてもあの大きな影響、危機的状況になったときにどんな取り組みをしたかという、そこにおいてあの回復に誓いがあるんじゃないかということをあの研究しました。要するにですね、その業績に余裕があったからないからっていうのはあんまり関係がないっていうところですよね。そうですね、はい。まあ、その谷口さんもおっしゃったように企業の今パラダイムシフトが起こっている中で D&I がこう前提とまず一つなっているということが ある程度分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということでですね、この時間を一旦まとめたいと思うんですが、谷口さん最後に一言何かありますでしょうか。そうですね、やはり今まであどんな取り組みをしてきたかっていうことによって、今コロナの時期ですよね、非常に危機的状況になった時に適切な D&I の取り組みっていうのがやはり異なってくるというふうに考えています。で、生かす基盤がない企業が無理をしすぎてかえって業績を悪化させるというようなことが起こってしまうって。で、多様性によるマイナスの影響をできるだけ少なくするということがそういう企業には重要ですし、で一方こう基盤を着実に作っていた企業はおそらく多様性を活用してこのパラダイムシフトに生かすチャンスだと思います。なるほど、まあ、長期的な取り組みになるがゆえにこう優先度が低くなってしまいがちですけれども、財務パフォーマンスにしっかりと表れているということがよく分かりました。はい、谷口さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、一つ目のセッションは経済から D&I をデータで振り返ってきましたけれども、次のセッションはですね、この後休憩を挟んで変化はクリエイティブから起きているということで、今度は D&I にまつわるクリエイティブの視点に立った現状からお伝えします。それではセッション2までしばしお待ちください。